言だ。ちょっと下手だったな、出し方。さあ、何か、おお、サイクロンだよ。はい。いつもの時間に楽しさを蒼天です。今回もですね、封印ニャンこと21回からかな？コンティニュー不可なんですよね、こっから。もう嫌な予感しかしないっていう。とりあえず、もう編成何出るかわかんないからね。もう、とりあえずこれで、このさっき20回もクリアした編成ですね。まあ大体これで、大体カバーできてると思うんで、まあいけるかなって感じですね。よし、21回行きましょう。はい。ガウ！いや、どんな敵が出るんだろう。さあ？まだそんなに、これといったキャラは出ない。ウサギか。ちょっと急で、はい！あ、結構いいお金になる。おーおーおーおおお、なんかぶっ飛ばしてきたな。カラガオ？あ、でもそんなに、まだ。いやでも結構いい破壊力。おお、2体目 ?2 体目ですか？ちょっと、あれですね、多いね。なんとか。なんとか。いやー、どっち出す？何出す？何出す？何を出す？アルマゲドンだ。アルマゲドンを出す。君に決めた。頼むよ。はい。トバックすらしないで。え、ちょっと突破力ありすぎじゃない？ちゃんと壁出さなければ。はい。え、ヒットバックすらしないだと。え、マジで。え、ちょっとマジで。ヒットバックして。しないんだけど、3回だと。アルマゲドンの攻撃3回食らってヒットバックすらしないアカラガオだと。コンティニューなし。マジか。ちょっと編成を変えましょう。はい。編成こんな感じにしました。とりあえず赤い敵が出るので、まあ赤い敵と言ったらここで三重視ですね。あ、まあ、アプリで入れて四重視ですね。で、そっからあの赤ラガオがやばいので、まあぶっ飛ばしたいということでライデン。うん、こいつも第三形態にしたいんですけどね。で、そっからアマテラス。これでいきますかね。あとですね、この、ちょっとね、あの動画上げる側からしたらちょっと厄介なんですけど、今思ったんで、そういえばと思って。この編成をね、押したときに、あの前回クリア時の、あの、編成がわかるじゃないですか。今一旦押すんですけど、あ、これですね。これでわかるじゃないですか。これであの、なんか、どういうキャラが出るのか知りたくないのに、なんとなくわかっちゃうんですよね。だから、これだったら大体明らかにアップル入れてるから赤い敵出るなーっていうのが、なんかわかっちゃうんですよ。もうだから頑張ってですね、このね、画面をね、押すときには手で隠してですね、あの、バツだけあの、頑張って画面を見ないようにしながら押すっていう、そんなアホみたいなことをしてるんですよ、一応。なので、だから一応、この編成、このクリア時の編成がもう出るってことがあらかじめ分かってるので、だからその編成をなるべく見ないように、どういうキャラが、どういう敵が出るのか分からないようにして、一応やってるんですけど、あれですね、この、これ押した時に、そういえば、なんか、見てる側からしたら明らかになんか、ね、これ、だいたいこうね、編成でこうやって前回のこれが分かったらもうどういうキャラが出るのか分かるやんっていう思うと思ったので、まあ一応ね、一応こういうことをしてますせということを、まあ一応言っておきます。なんかバカみたいなんで、もしかしたらもうやらないかもしれないですね。てかやる余裕がないかもしれないです。もう、統率力がガンガン減るので。まあまあまあ、もしかしたら次からもうがっつり、あ、前回こういうのでクリアしたんだな、じゃあこれ出るなって、もうガンガンもう、がっつり組んでいくかも。対策を。まあとりあえず、今回はこれでいきましょう。はい、ゴー！21回。いやー、本当にアカラガオがね、あれ倍率どうなってんの？めちゃめちゃ倍率高くない？とりあえずあの、うさぎを買ってですね、お金を。いいね、一撃。よしよしよし。本当にお前、アカラガオさ、あんたさ、強化されすぎじゃない？アップル止めて。よしよし、いいよいいよ。アップルいいよ。よしよし。いや、アップルいるいないで全然違うね。やっぱアップル確定だからね、本当に。
強すぎるよね。赤い敵に対しては本当にアップル超優秀。いやーどうしよう。特にまだ出る気配がないので、ライデン出すか。ライデン確定ぶっ飛ばしだからね。第三形態にしたいんですけれども。ちょっとまた旅がって感じですね。第三形態にするんだったらちょっと他の優先しようかなーってなっちゃうんですよね。どうしても。あと、この超激レアを第三形態にするのかなりしんどいじゃないですか。だからね、やっぱりレアキャラとか、まあ言って激レアとかが優先的になっちゃうんですよね。どうしても。手間的に、コスト的に。まあ仕方ないですね。お、もう倒してるね。さあ、これでこっからさ、赤い敵以外のやつが出てこられたらやばいんだけど。赤い敵で来るよね、さすがに。貫き通してよ、属性を。ああ、やばい。出撃制限だ。ちょっと下手だったな、出し方。さあ、何か、おー、サイクロンだと？マジか。いや、でも、アップルがいる。止めてくれる。アップルがいるから止めてくれる。ああ、てか。いや、待って。地味にカピバラが大量発生してる。おー、カピバラが大量発生してるで、やばい。あれに噛まれたら終わりだからね。いや、でも、ライデンとかがいるから、全然あれだね。全然、サイクロンは全然大丈夫だね、多分。いやー、でも、アップルをどうにかして、ちょっと止めたいな。アップルを全然に維持させたいんだが、ちょっと、カピバラとね、中井くん、クリスマスバージョン中井くんがちょっと、厄介。困るなー、お前。ちょっと、いや、ちょっと中井くんきついな。しかも、中井くんは、赤い敵属性なの？なんかそんな感じしないんだけど。赤い敵属性じゃないんだよ、あんた。困るな。ちょっとお金もかけてきた。やばい、金欠になってきた。まずい。まずいけれども、ライデンが超活躍してる。やばい！うわー、ちょっと待って。おい、それはまずいよ。それはまずい。非常にまずいです。アップルでなんとか持ってるんだけど、おー、イニャックスパロー飛ばしてんじゃないぞ。あー、やばい。いや、きつ、ちょっとお金をなんとかしてお金を。ちょっとなんとかしてお金をちょっと。いやー、おい。おい、ちょっと、おい。いらないって。いらないって、ちょっとプレゼントいらないから、出ないで。いやー、きついな。ライデンを出してなんとかライデンを出して立て直したいところなんだが。まあいいだろう、これぐらいで。いやー、きついなー。ちょっともうほぼ白距離。くー、ちょっとお金が欲しい。でもライデンだけじゃやっぱり防ぎきれないよね。当たり前だけど。おー、しかもレベル弱いしね、ライデン。全然育ってないからね。いや、きつい。よし。でも、いいよ。カピバラなんとかしたい。中井くん、なんとかしたい。いやー、ちょっとそろそろサイクロンやられてくんない？もう、サイクロン、いいでしょ。やられてよ、サイクロン。サイクロン、ちょっとやられて。もう、きついよ。きつい。やばい。中井くんがめっちゃ厄介。いやー、もう、金欠になってきた。カピバラも、硬すぎるんだけど、早くやられて。カピバラも硬すぎです。早くやられてください。いやー、やばい、サイクロン来てる。よし、いいよ。ちょっと中井くんどうにかしてほしいなー、クリスマス。やばい、サイクロン来てるよ。いやー、で、ライデンがやられた。ライデンがやられたけど、カピバラもやっつけた。あとは、ちょっと、どっちか、せめて。いやー、やばい。まずい。いけるだろ。おー、いい。10%か。ちょっと編成、ちょっと変えようかな。はい、編成こんな感じです。いやー、そろそろ余裕がなくなってきたね。にゃんこと。はい、もう大体ですね。まあ、三玉とキャスリー。いや、もうこういうのももう使うんでしょうね。もう、こっから先はやっぱり強いので。まあ、これらの妨害があれば全然勝てると思うので。
まあこれでいこうかなって感じですね。あ、いやー、アマテラスをやはり抜いて、そうですね、にゃ、どうしましょう。猫魔剣士しようかな。やっぱりこれでいきます。火力的にまあこれでもいいかなーって感じですね。ふぅ、うお、ちょっと待って、足りないじゃん200。はい、回復しました。では行きましょう。はい、ゴー。本当にきついんだよね。サイクロンとか普通に出るからね。もうまあとりあえずここは魔剣士でお金を貯めて、あの、あからが王か、あ、あからが王が出るのか。よし、はい、猫アップル。いや、猫アップルがいたらなんとかなるかね。はい、いやー、超便利、猫アップル。やっぱりさあ、とりあえず、いやー、何出す、何を出す。2玉でいく。まあまあまあ、でも猫魔剣士も結構いい火力なんだけどね。やっぱり単体だし、射程的にね、どうしてもやられてしまうからね。お金に余裕がないから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないね。あと、あからがを倒した時にちゃんとお金レベル上げとかないともったいないわ。これは出す。よし。よし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 。よっしゃー。こっから、サイクロンが出るのか。サイクロンが出るのか。きついね。まあ、とりあえずちゃんとね、壁は出し続けないといけないんだけれども、出撃制限がかからないようにしないと。よしよし、これで、おーっと、来やがったぜ。おお、アップルが全滅。ちょ、本当に中井くんやばいんだけど、中井くん。しかもにゃんこ砲最悪のタイミングだったね。にゃんこ砲最低のタイミング。いやー、でもやっぱりね、2玉がいるからね、全然違う。キャスリーもいるからね、全然違うね。いやー、2玉超優秀なんだけど。やばい。2玉とキャスリー超優秀。いや、やっぱ、こいつら2人いるだけで、本当にね、なんかどのステージも勝てるんじゃないかって思うぐらいだからね。妨害性能超優秀だから。おっと、来たよ、カピバラ軍団。攻撃力やばいからね、単体だけど。油断したらね、こいつね、運悪くね、じゃあ、ほんと主力のキャラにさ、この攻撃されたらやばいんよ、カピバラは。油断大敵なんだよね、こいつ。よしよし、もうほぼサイクロンがほぼ置物。あ、そうか、アップルでもうほぼ止まってんのか。いいね。やっぱ、強いな。でもなんか、サイクロン微妙に動いてるね。微妙に。いや、この隙間にアップルが入り込んだら、もう全然、あれでも、あれか。でも、永久停止してるはずだから、塗り替えてるのか。この、御霊とキャスリーのどっちかの妨害が多分。いや、そういうことなのか。よし!もうほぼ、ほぼ一方的にタコ殴りで勝ててしまった。いやー、御霊とキャスリーめっちゃ強いね。ちょっと強すぎるな。さすがだな、本当に。いやー、やっぱこういうキャラ持ってる持ってない全然違うね。よし、とりあえずクリアですね。赤マタタビ3つ。時間かかったね。はい。じゃあ次は22回ですね。まあとりあえず今回はこれで終わろうかなって思いますが、22回何が出るんかな。いやー、ちょっときつくなってきたな、そろそろ。はい。では今回はこれぐらいで終わろうかなと思います。他の動画も上がってると思いますので、よければぜひご覧ください。では、ご視聴ありがとうございました。